チャンネルのポンポントーク、ポンさん今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん、なんか YouTube の DM の方で、はい、バブルの時の話をしてほしいっていう風に聞いてたみたいですが、はい、当初もう YouTube スタートした時から、はい、結構コメントとかくれてる方が、はい、バブルの話って結構聞きたいもんなんですかね。どうなんですかね。まあ、わかんないんですけど、はい、とりあえず、まあ依頼があったということで、はい、よろしくお願いします。バブル時代の話をしたいと思います。はい、お願いします。はい、自分はね、はい、そのバブル前に刑務所に入ってるんですよ。あ、ポンさんですか。はい、だからバブルのスタートは社会に出なかったんですけどね。はい、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 まあ、とりあえず組ごとで懲役行ってたんで、はい、組からの手当が入ってたんですよ、差し入れで。で、最初は月10万円だったんですよ。はい、毎月ね。はい、はい、はい。で、盆暮れ、盆と正月にプラス10万で20万円入ってたんですよ。はい、はい、はい、はい。それが、その、外が、まあ、社会がバブルの時代に入って、はい、はい、まあ、お金が潤うようになってから、はい、はい、はい、毎月30万。めっちゃ上がりましたね。上がったんですよ。はい。それと、盆暮れに50万、50万。はい、はい、はい。80、80って入るようになったんですよ。80、80ですか。結構大きいですね。はい、結構大きかったんですよ。はい。それで、まあ、ああ、そういう、今思ってはこういう世界やねんやと。ああ、なるほど。お金が潤ってる世界やと。はい、はい、はい、はい。いうふうに今思ってたんですよ。まあ、本とか見たりして。まあ、まあ、はい。それは分かってたんですけど。はい、はい、はい、はい。それで、はい、まあ、社会に出たんですよ。出所して。はい、はい、ポーズがね。で、で、その時に、まあ、お金も結構もらったんですよ。なるほど。はい、まあ、金額ははっきり覚えてないんですけど、はい、多分1500万か2000万ぐらいもらったんですよ。結構なお金ですね。はい、はい、それで、まあ、車ももらって。あ、車は別でもらったんですか。もらったんですよ。はい、それで、パクられた時にまだ、26歳未満だったんで、はい、少年刑務所なんですよ。あ、なるほど、なるほど。その時に、はい、名家、名古屋の分類センターってあったんですよ。はい、分類センター、はい、もうめちゃめちゃきつい分類センターなんですけど。きついんですか。めちゃめちゃきつかったですね。はい、そこで、知り合った人なんですけどね。はい、一心会の人がいてたんですよ。はい、その人が、はい、事務所に電話かけてきて、はい、連絡取ってくれた、自分と。あ、ポンさんとですか。はい、今連絡くれたんですよ。はい、で、会おうかと、はい、いうことになって。自分その時も東京戻ってたんで、はい、はい、はい、東京だったんですよ。はい、で、赤坂でご飯食べてて、はい、してたら、そこの兄貴分が、はい、たまたまその店に来たんですよ。まあ、よく使ってる店らしいんですけど、はい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 、で、若い子2人ぐらい連れて、はい、女の人と、はい、4人ぐらいで来たんですよ。なるほど。で、まあ、初めましてなんで、はい、まあ、中で一緒あってと、分類センターで一緒あってって挨拶したら、はい、まあ、一緒に食べようってことになったんですよ。はい、はい、はい。で、一緒にご飯食べてたんですよ。はい、で、まあ、たわいない話してて、はい、なんか派手なおっさんが入ってきたんですよ。はい、スーツ着たね。はい、で、派手なおっさん入ってきたなと思ってたら、そのテーブルに来たんですよ。はい、で、これ今月分ですって紙袋を渡したんですよ。はい、まあ、5、6000万入ってましたよ、その中にね。はい、はい、はい。だから今月分で、まあ、毎月それだけの金額が上がってるっちゅうことなんですよ。そうですよね。まあ、何をしてたんかっていうのは、まあ、ちょっとあれですけど、はい、言えないですけど、はい、そっからね、裸で申し訳ないけど300万出所祝いでくれたんですよ。その方がですか。その方が、その兄貴分が。はい、初めましてですよ。初めましてですよね。はい、すごい方ですね。そうなんですよ。まあ、バブルなんでそうですよね、バブルなんで、はい、ポンさん受け取ったんですか。いや最初はもちろんいいです、いいです、はい、はい、って話ですけど、はい、いや、もう出所祝いやからめでたいことなんで受け取ってくださいみたいな感じで、こう無理やりグッとくれはったんですよ。あ、はい、まあ、ありがとうございますって言って、はい、で、まあ、自分らがさっき食事終わったんで、はい、出るときに、いや、もうここ払わしてって、まあ、その人がね、はい、まあまあ、払わしてって、まあ、関西弁になってますけど、はい、標準語でね、はい、はい、言い張って、ほんで、あ、この見に行ってこいって、その、社店にね、はい、自分に電話くれた人に、はい、あ、この見に行ってこいって言って、赤坂が違う店飲みに行ったんですよ、はい、そのまま。はい、まあ、そこもお金払ってくれてたんで、受け取るなみたいな感じで連絡入れてくれてたんですよ。はい、はい、申し訳ないから、いや、払う払うってこうなったんですよ。はい、で、チェック持ってきてくれと、はい、言ったら、まあ、アホの従業員が一人持ってきよったんですよ。なるほど。それ見たら75万あったんですよ。75万ですか。はい、そんな大して1時間ぐらいしか行けないんですよ。はい、でそれで、はい、それ、まあ、もちろんその社会の人間が、はい、払わせてくれなかったんですよ。
もう次は払わせてくれと、もう一軒行こうと、はい、言って行ったんですよ、はい、あそこも60万ぐらいだったんですけど、はい、もうそのうちの兄貴の関係の店やから、もう絶対払ったら怒られるからやめてくれと、なるほど、いうことで、はい、まあそういう1日だったんですよ。で、申し訳ないなってずっと思ってて、ボスはね、はい、300万もらってるし、はいはいはい、それでその次の月かな、はい、来月誕生日やってことを聞いたんです。なるほど。その兄貴分がね、はい、でまあちっちゃい身内だけでパーティーみたいなことすると、はい、でまあ一緒に行こうよっていう感じになったんで、はいはい、行ったんですよ、はい、で200万のピアジェの時計を買ったんですよ、その300万から、はい、なるほど、ギリ買うからね、やっぱり、はい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 、で渡したんですよ、はい、それは気持ちよく受け取ってくれたんですよ。なるほど、ありがとうって言ってね、はいはい、言ってくれて、はい、でまあいい付き合いというか、ちょこちょこご飯食べたりとか、あちょこちょこ関係が続いたんですよ、その方とね、兄貴分さんと、はいはい、で自分の誕生日の時になって、はい、ダイヤ巻きのベルトのバックルくれてね、はい、もうそれもそんな200万で買えないんですよ。あーなるほど、絶対に重さから、はいはいはい、そのダイヤからって考えてね、はいはいはい、でもものすごく気を使って自分は、はい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 、でもそんな気取りもなく、はい、かっこいい感じでもうスマートなんですよ、何をするのもすごいですよね。そうなんですよ、見た目もねそんなヤグラに見えへんしね、はい、もうずっと関係が続いてたんですよ、はい、で自分と会う時は必ずそのピアジの時をしてきてくれるんです。すごいですね。途中で気づいたんですよ、でもそのバックル全然しなかったんですよ。ふふさんやってなかったんですよ。そうなんですよ。で、まあ、その人がよく自分に言ってたんが、はい、ポンちゃんなと、はい、金のないヤクザはゴミ以下やでと、はい、悪いことしてでも汚い金でも金持ちと、はい、金持たなあかんと、はい、ヤクザが畑にたかれ出したらゴミやでと、はい、それをよく言われたんですよ、その方に。なるほど。だから、ああなるほどなと、はい、ヤクザがこの金使ってくださいって言われるようにならなあかんと、はい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 、だから絶対金は持たなあかんよと、はい、もう口を酸っぱくすると言われたんですよ、その方に。その方に、はい、はい、だから自分は必死でやっぱお金儲けせなあかんなってやっぱり思いますね。刑務所帰ってきたら純粋なんで気持ちが結構純粋になるんですか。純粋になるんですよ、結構ね、ピュアな気持ちになるんですよ。その時は、その時は別に真面目にしようとかいう気はないんですよね。そんなは全然ないですけど、はい、そのだからこのお金、はい、刑務所で、まあ、お金貯まるじゃないですか、毎月お金が入るし、はいはいはい、で出てきたらお金もらうし、はいはい、だからどうしようかな、このお金をどうしようかなって思って、その前から覚醒剤の仕事をしてたんですよ、はいはいはい、だからよしこれでもう全部覚醒剤に変えようと。なるほど。これでお金儲けしようと、はい、いうので、まあ、そっからがスタートなんですよ。自分のさんのスタートが大きく動き出したのはね、はい、もともとしてたけど大きく動き出したのがそっからなんですよ。その話からなんですね。はい、まあ覚醒剤はもう15歳から触ってたんで、はいはいはい、あれなんですけど、もう大きく動かそうと。バブルがポンさんをまあそうですね、あれしたんですね、はい、まあこの方はもう亡くなってしまったんですけど。そうなんですか。はい、だからこの知り合った頃はまだ葛城のおじさんの頃なんですよ、はい、一心会のね、はい、で2代目の川崎のおじさんの代で亡くなったんかな、はい、だからもう今いてないんですけど、病気でね亡くなったんですけど、でもこの人にはいろんな勉強をさせられましたね。なんか寂しいですよね、なんかそういうすごいなと思ってる方が亡くなるっていうのはね、はい、そうですよね。その一番最初に自分にこの人と巡り合わせてくれた人間、はいはいはい、あの名家の分類センターで一緒だった人間、はい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 、この人間も途中でいなくなったんですよ。あ、そうなんですか。でもそれでもずっと付き合いしてくれてね、すごいですよね、はい、そうやって付き合いが続くっていうのが。この人のことはほんまに あれですね、1ヶ月に1回は思い出しますね。あ、そんなにですか。はい、結構印象深いというか思い出深い人でしたね。ですよね。だからポンさんの人生観を変えた方って言っても過言じゃないっていう。まあそうですよね、すごかったですよね。そのお金の使い方もスマートでしたよね。すごいですよね、やっぱりバブル、恐るべきしバブルですけど、まあ、そうですよね。そういう考える方がいたからやっぱりそういう風になれたっていうのもね、あると思いますけども、うん、そうですね、わかりました。はい、さん今日なんかいい話、バブルのいい話ありがとうございました、はい、ポンポンチャンネルでした。またポンさんに質問などございましたら DM の方ください。ポンポンチャンネルでした。 See you